Você. Pana. Oh God, here we go again. Puta cabeça. Você.
Wow. Wow. Nani? Damn it, to hell. Hello, people. God, I really... Cut to the sand. Three. Too early. Bugger. Hey!
actually two more. Yoshi. Fuck. Son of a bitch. Goodness. Fun. Come on, you can do this for Haruka. I hit that. What the actual fuck? I hit that.
fucking way. About to hit though. Fuck. I hit that, motherfucker! Huh.
Fuck! He's gonna advance his story. しばらく寝てろ。 あんた一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだこんなところに。ええ、ちょっと春が少し桐生に話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、分かった。 これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは
佐山と郷田隆二の経歴だ。郷田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか。佐山薫と郷田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの？そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課所に警部補の佐山薫です。私は調査の続きがありますので、これで。ああ、なんだ。Last chapter of the game. どうして本庁の四課長がここへ？例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの？すべて解除できた。そう、それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった？府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。合流会の方はどうだったの？どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人？そうだ。奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの？神室町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。神室町ヒルズのことだ。おそらく。あなた行くの？ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何？私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね？ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ？今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？言ってもらえる？ああ、分かった。何？ええ。何？うん。ああ。ああ。さあ行くか。さすがだな。
ったく時間食っちまった。行くぞ、キリュウ。それでは出発いたします。さっきの佐山の態度気にならなかったか。ああ。関西で何かあったんじゃないのか。それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。誰もいないようだが、これはどうしたんだ。これは佐山か。これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけあなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。佐山。I think he's mad.
He's not in a good mood, guys. Receiving incoming transmission. Okay, son. Thank you.
Huh.
Oni-san. Not on the air, what the fuck?